皆さんこんにちは、ふきです。よろしくお願いします。あなたの悲しみと私の悲しみは同じ、何かあって人を傷つけ、人とすれ違う本当のことは心の中、それを誰も知らないで、自分にしかわからない、でも同じ悲しみの人がいるから笑い合えるんだ。あなたの今日の人、私の違う、私の言葉はあなたを傷つける、わかっているから、全てを隠してしまう、それを誰も知らないで、もしもあなたの心を覗いてもきっと私にはわからない、でも同じ悲しみの人がいるから笑い合えるんだ。心の中は誰も覗けない、自分にしかわからない、でも同じ悲しみの人がいるから笑い合えるんだ。もしもあなたの心を覗いてもきっと私にはわからない、でも同じ悲しみの人がいるから笑い合えるんだ。ありがとうございます。今日はみえんぼちゃんの企画ということで、こちらこそ私を呼んでくれてありがとうございます。みえんぼちゃんありがとう。今日は、静かな曲からどんどん明るく変えていこうかなと思います。最初はちょっと静かな曲歌います。次の曲は結構最近できた新しい曲なんですけど、この曲は、当たり前を大事にしようみたいな感じの曲です。聴いてください。はじめましてっていう曲です。今日が今日のままで終わってほしい、だから
今日も変わらずありがとう。異節な人が明日いなくなるとしたら終わってほしくないけど止められない。はじめまして今日さようなら今日ありがとう。はじめまして今日さようなら今日ありがとう。愛せたら大切な人も大切にできる。あなたがいない明日でもきっと大切にできる。だから今日を大切にしよう。だから今日に感謝しよう。今日のあなたを、今日のあなたを、今日のあなたを愛そう。今日もこの街に日が昇り、あなたと一緒に暮れてゆく。今日のあなたが私の中で一番輝いて見えるのが寂しいな。はじめまして今日さようなら今日ありがとう。はじめまして今日さよなら今日ありがとう。今日がすべてはじめましてだったら毎日あなたを大切にできたな。大切にできる。あなたがいない明日でもきっと大切にできる。だから今日を大切にしよう。だから今日に感謝しよう。今日のあなたを、今日のあなたを、今日のあなたを愛そう。ありがとうございます。次に歌う曲なんですけど、この曲はいつもなんか最後に歌ってるんですけど、夕方の街っていう曲なんですけど、これはなんか疲れた時に聴いてほしいなと思う曲です。明るい曲なので楽しく聴いてください。重たい荷物も今日だけ置いておいて、私と笑おうよ。全部は知らないよ、全部知らなくていいからよ。
それだけで、それだけで幸せよ。何もかも嫌になって、それがだんだん積み重なって、泣きたくなるけれど、前にも同じようなことたくさんあったんだよな。だから今日なんてすぐ終わる。小さいあの子の声、今は何してるかな。あそこへ行きたい。今日も疲れたなって、毎日毎日進む進む。いつも疲れたなって言える自分がいる。それだけで、それだけで幸せよ。ここへおいでよ。今日も疲れたなって、毎日毎日進む進む。いつも疲れたなって言える自分がいる。それだけで、それだけで幸せよ。ありがとうございます。じゃあ最後失敗した。ありがとうございます。次の曲はちょっと私前回5月5日もここの音倉さんで、ライブやらせてもらったんですけど、その時に童謡の話をしたんですけど、なんか私童謡コンクールっていうのに応募してて、でそれでなんか童謡がちっちゃい、童謡ちっちゃい時から歌ってたんですけど、前回は、いらっしゃい風という曲をちょっと変えてやってみたんですけど、今回もちょっとなんか童謡を変えてなんかアレンジして弾けたらなと思って、今回はなんかこうみんな知ってる曲がいいかなと思って、キラキラ星をちょっと変えて、ちょっとなんか自信ないんですけど、楽しんで聴いてもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。ちょっと短いですね。なんか
前回もこうなんだろう童謡って結構静かなやつとかが多いのでちょっとなんか楽しくできたらいいなと思ってちょっとやってみました。また次も機会があればこういうことをねちょっとやってみたいなと思っています。次の曲は私あれキャスファイル4っていうコンピレーション CD に参加させてもらっていて、でそこに物販のところに置いてあるんですけど、あと13歳の空っていうソロ CD もあって、それでさっき歌った夕方の街とか一番最初に歌った人間とか、あ題名言ってなかったかもしれない、いろいろまあそんな感じで夕方の街、人間とかいろいろ入ってますので、売ってるのでよかったら話しかけてみてください。この心の中っていう曲を今から歌うんですけど、その曲は、キャスファイル4に収録されてある曲で、その時はギターで撮ったんですけど今回はピアノだけなので、ちょピアノバージョンっていうかわかんないけど、まあそんな感じでなんかやってみました。じゃあちょっとはい、これも聴いてください。心の中っていう曲です。なぜこの世界なのかと、なぜここにいるのか、僕の心の中とあなたの心の中、なぜあなたと出会えたのかと、なぜあなたは僕と出会ったのかと、笑った泣いたいろんなことで僕を苦しめてきた。これより幸せなことなんてないのに、僕より苦しい人なんてたくさんいるのに、あなたがいるから僕は辛いことも乗り越えてきたんだよ。そんなあなたに僕は歌を歌う、フララララララ。今僕の歌を聴いてあなたの何かになれたなら、それで十分だ、嬉しいんだ。あなたも僕の力になっているから、これより幸せなことなんてないのに、僕よりあなたの方が苦しいかもしれないのに、あなたのそんな言葉すごくすごく力になるんだよ。そんなあなたに僕は歌を歌う、ララララララ。たくさんの出会いがあって、たくさんの人に会う、そんな中であなたの心の中のどこかに僕がいたら、あなたがいるから僕は辛いことも乗り越えてきたんだよ。そんなあなたに僕は歌を歌う、ララララララ。あなたのそんな言葉すごくすごく力になるんだよ。そんなあなたに僕は歌を歌う、ララララララ。
ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これがなんか一番心配な曲だったのでちょっとできてほっとしました。なんかピアノがすごい難しくてあまりできん、自分でもなんか自分でやってるのになんか自分でも難しくてできなかったんですけど、私は今年中3で受験生なんですけど、このライブで、最後にしようかなと思って、最後っていうかもう音楽活動しないとかそういうのじゃなくて、なんかそう今年最後で、そう受験前のライブはもう最後にしようかなと思ってるんですけど、なんかすごく今日は何言ってんの、今日はなんか最初はどうしようかなって思ってたけど、なんかみんな楽しんでもらえて本当に嬉しいです。次で最後の曲になるんですけど、次の曲はまた13歳の空っていう CD にも入ってる曲で、逃げ道という曲です。なんかこの曲が、私のなんかこう勉強とかをやってて、こうたまにちょっとやりたくないことがあったりとかすると、こう逃げ道を作って、まあ好きなことで楽しんでようよっていう歌詞だっけか、そんなのがあるんですけど、なんか私のこの逃げ道っていうのが音楽だったので、なんか、そうだな、皆さんがこう嫌なことがあっても、こう私の音楽を聴いて少しでもこう笑顔になってもらえたらなって思って作った曲です。私も受験勉強ね、音楽キャストとかはするかもしれないけど、ちょっとライブをお休みするので、まあ頑張って、ちょっと逃げてきたから頑張って勉強したいと思います、受験勉強なんで。最後の曲聴いてください、逃げ道です。皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。最初で最後、一歩ずこぼ、たくさんの人の中、ここは私の場所、どこまで続くのか、今日も息をするよ、少し疲れた時は逃げ道を作って、好きなことで笑ってようよ、あなたのためのもの、好きな夢を描こう、どこまで続いても、今日も息をするしかない、少し疲れた時は私があなたの逃げ道になるように、今日も歌うよ、太陽が昇るまで、少し疲れた時は逃げ道を作って、好きなことで
がとうございました。好きでした。次も楽しんでいってください。ありがとうございました。